こんにちは。ゲーム動画へ行こうです。セブンスリバース、新しいイベントとして激闘ダンジョンが追加されましたので、そちらを行っていきたいと思います。はい、激動ダンジョンに挑戦してクリア関数などに応じてパワーストーンなどをゲットということです。ではやっていきましょう。なかなか強そうな相手ですね、最初から。倒しました。おお、ステージの下、もう見事な下というのもあるみたいですね。OK です。どんどん次へ進んでいきましょう。恐れている。なんでその偽物を攻撃してしまったって。なんだ俺、倒しましたね。ああ、なるほど、2匹いるんだけど本物は1匹で、もう1匹を攻撃しても効かないってことですね。行きましょう。多分さっき最初にの相手より結構強いんじゃないかなと思います。ん、今味方へ攻撃してるぞ。混乱してるんですよね。回復しない。ようやく来た。また混乱だ。せっかくやったのにリセットされたり、味方同士で攻撃始めちゃってますからね。あー、間に合わな
なかったか。仕方ないですね。結構苦労してますね。見たか。危ない危ない。倒しましたね。めんどくさい相手だった。楽勝ではないです。さあ続きいってみましょう。3匹いますね、今度は。違います、偽物ですね。こっちは偽物だ。どれが本物なんだ？無理ですね、これは。難しい。よく相手を見ないといけないです。
多分左上だと思うんですけどね。え、こんな持って帰るんだ。なんだよこれ。さっき説明欄があったのでそちら見てみますか。これですね。あ、違うのか。ビッグスリーとしか書いてないですね。ちょっとダンジョンの遊び方を見てみましょう。ルブランのこと書いてないのか。やりますか。
ルです。ですね、やっぱりもやっとしますね、さっきのルグランは。ちょっと行ってみますか。なんでさっき倒せたのに今回倒せなかったんだろう。もやっとしますけど、今回はここまでとしたいと思います。またいつものように説明欄に、ブログ、ツイッター掲載しております。よろしければ見てください。またチャンネル登録まだの方もお願いいたします。最後に流します関連動画プレイリストにもぜひアクセスしに行ってください。はい、ここまでゲーム動画で行こうでした。